はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、小売品を紹介していこうと思うんですけれども、今日はブラックアップっていうところなんですけど、結構も私リピートして何回も何回も購入してて、ブックブックだったりとかインスタとかでも着用してて、みんなからもブラックアップの購入品見たいですっていう声も多かったので、今日は最近私が購入したもの結構たくさんあるので、それをね紹介していこうかなっていうふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきたいと思います。まず1個目がこちら、今着ているなんて言うんだろう、ニットニットトップスでございます。ボレロって言ったらいいんですかね、こういうのってレイヤードして使うようなニットなんですけど、こういうニット結構最近多いと思うんですよ。すごいショートだけで重ねて着るようなニット、その中でもこのニットがちょっと形がアシンメトリーになってて、そう、それがすごく可愛いなと思って、こちらを購入いたしました。で、袖感も結構しっかりとあって長めなので、高身長の方にもねいいなっていう風に思ったし、あとこれ後ろとね前でね形が違って、こんな感じになっててちょっと長くなってるんですよ、後ろが。だからそれもすごくいいなと思って、背中のカバーとかもできるし、すごく気に入っております。結構何色か空張りはあったんですけど、私はこちらのアイボリーにしました。このトップス着るときは個人的にこういうグラフィックだったりとかロゴが入ってるようなタイトめのトップスを中に着てあげると、うまくバランスが取れて可愛いかなっていうふうに思うので、こんな感じで着るのもねおすすめです。上はちょっとこうゆったりとしてるけど、中はピシッとしてるのでスタイルアップ効果もあるかなっていうふうに思います。こちらのお値段が3149円でございます。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これがねパンツなんですけど、すっごい気持ちいいんです。見てわかるかな、この素材ボアになってて、でもボアの中でもねすっごいふわっふわなんですよ、マジでもうふわっふわ本当に気持ちよくて、中はねこんな感じになってて、なんていう生地って言ったらいいんだろうな、なんか服で例える例えじゃないかもしれないですけど、スポンジみたいな、食器洗うスポンジみたいな、なんかそんな感じの素材になってます。グリーンのボアのパンツなんですけど、シルエット的にはなんかスウェットパンツっぽい感じで、ふわっとしたシルエットになってて、でこれボアなのでやっぱり結構ボリュームが出やすいです。なのでやっぱトップスとかでちょっとタイトめなものだったりとか体にフィットするようなものを着てあげた方がうまくバランスは取れるかなっていう気がします。全力でダボダボスタイルでも可愛いと思うんですけど、ちょっとこうおへそが出るようなミニ丈のトップスとかの方が個人的には着やすいかなっていう風に思いました。グリーンとグレーが混じってちょっと木っぽい感じになっているので、それがまたなんていうの、奥行き感というか動きというかがあるので、とてもねおしゃれに見えるアイテムだと思います。スウェットパンツ結構履く方とかでちょっと飽きてきたなっていう方とかすごいおすすめなので、ぜひ見てみてください。ウエストはゴムになってて紐もついてるので結構調節もしやすかったり、あとは全体的にすごくゆったりしているので、割とどんな体型の方でも着れるんじゃないかなっていうふうに思います。こちらのお値段が7086円でございます。では続きまして3つ目がじゃじゃーん、こちらデニムパンツを購入いたしました。これすごい不思議なカラーじゃないですか。ブラックでもないしブラウンでもないし、カラー的にはイエローっていう風に書いてあったんですけど、ブリーチされてて、私このカラーのデニム初めて見たんですよ。初めて見た気がして、やっぱりこの色合いにすごく惹かれて購入しました。形的にはストレートなシルエットになってて、で素材もね全然硬いとかなくて結構柔らかいです。ストレッチは効いてないんですけど、ゆったりとしたシルエットなので履いてても窮屈な感じもあんまりなかったですね。すごく目を引くようなデニムだと思うので、シンプルなトップスとかと合わせてもすごい可愛いなって思ったし、春夏とかでもすごく可愛いかなっていう気がします。すごくモード感のあるようなデニムなので、そういったファッションが好きな方とかにもとてもおすすめです。履いててもシルエットがねすごく綺麗でした。ハイウエストのパンツになってるのでスタイルアップ効果もあります。モノトーンにももちろん合うと思うし、ブラウン系でも合うなっていう風に思うし、これがちょっとイエローっぽい感じなので、イエローのトップスとか今年色物とかも流行るので、そういうカラーものとかと合わせても可愛いかなと思います。こちらのお値段が4461円でございます。じゃあここからねちょっと小物に入っていきたいと思います。続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。グリーンのねキャップを購入いたしました。ニューヨークって書いてあるキャップでございます。まあこういうキャップはねいろいろ出てると思うんですけど、こういったやっぱ深めのグリーンっていうのが私は好きなので、色合いがとってもタイプだなと思って買いました。キャップっていろいろあると思うんですよ。浅めのキャップとか深めのキャップとか、頭の部分もちょっと丸みが強いキャップだったりとか、ちょっと角張ったようなキャップだったりとかっていうのいろいろあると思うんですけど、これはね浅いか深いで言ったら浅めかな。めっちゃ浅いってわけじゃないので、割としっかりと被ることもできて、前から見たシルエット的にはちょっと四角っぽい感じが
しました。カーブが強いやつとかだとすごいベースボール感、スポーティー感が強くなると思ってて、聞いた話なのでちょっとフォントかわかんないんですけど、角張ったような形というか、この頭の部分が結構しっかりとした形のものとかは日本人の顔にすごく合いやすいらしくて、なのでどっちかっていうとそういった感じの帽子かなって思います。この色合いも相まってなんか結構乗馬っぽい感じっていうか、なんかフルかな言いたいの、スポーティーな帽子ってよりはどっちかっていうと牧場系、ウエスタン系なんかそんな感じの形になってます。あればいいな、モダン帽子やっててあれなんだよな、さすがに無理か。さっきのあのグリーンのパンツとかと一緒に合わせて着たりしても可愛いなと思ってこちらを購入いたしました。ちなみに後ろの調節はこんな感じですね。こちらのお値段が3018円でございます。では続きまして5つ目がじゃん、こちらでございます。ビーニーを購入いたしました。私ビーニーすっごいハマってるかも、めっちゃ集めちゃうんですけど、結構ね深めにかぶれるような感じのビーニーで、バークの中身紹介の時にかぶってたやつかな、なんですけど形が結構しっかりとした感じのものもあると思うんですけど、これはすごい柔らかい素材でできてるので結構伸縮性があるのでゆるっと被れるようなビーニーになっております。木のグレーなのですごくおしゃれに見えるし、本当に私帽子が大好きでいろいろ集めちゃうんですけど、今度ね帽子の紹介もしようかなって思ってる。そういえばそう、そんな感じでこちらも購入いたしました。こちらのお値段が1706円でございます。では続きまして6個目と7個目なんですけど、じゃん、こちら色違いの、これまたビーニーです。色違いで購入いたしました。さっきのニットはリブニットっぽい感じだったんですけど、こっちはモヘアニット、キャギーニット、ふわふわしたような素材のニットになっております。これもすごくゆったりかぶれるビーニーで、大きさもこんな感じでこちらの方が長くなってます。なのでかぶると、何の団子したんだろう今日私、ちょっとかぶるとこうここに余りができてちょっとタラーンとなるようなニット帽になってます。この形がやっぱ今年っぽいなって私は思ったので、これも2色で購入しました。ホワイトとブラウン、ベージュかな。このホワイトはね前にかぶってインスタにも写真あげたんですけど、みんなからもすごく好評でしたね。嬉しい。耳まで隠れるのでとてもあったかいです。冬にやっぱりおすすめですね、こういう帽子は。こちらのお値段が1574円でございます。続きまして8個目がじゃじゃーん、こちらでございます。ふわふわブロックチェックのバッグでございます。超ふわふわのバッグ、こういうバッグね色々見ると思うんですけど、私もずっと欲しいなと思って、やっぱ冬ってこういうモコモコのバッグとか持つだけで一気に季節感出るし、めっちゃ可愛いじゃないですか。やっぱこうインパクトがあって私はすごく好きで、これがですねブラウンになってます。ブラウンとホワイトの配色になってて、めっちゃ気持ちいいんでしゅめっちゃ気持ちいいんです本当に。これがで中はこんな感じになってます。ムートンっぽい素材って言ってるのかなになってて、中がでここに磁石でパチッと止めれるボタンがついてるっていう感じですね。バッグ自体に結構ボリュームはあるんですけど、中のこの容量的にはあんまり入らないかな。このふわふわのファーの素材でボリュームが出てるっていう感じなので、収納力は思ってる以上には少ないとは思うんですけど、全然物が入らないってわけではないので、ちっちゃめのスケジュール帳とかが入るぐらいの大きさかなになってます。こうやって持っててもめっちゃ可愛いじゃないですか。気持ちよすぎてめちゃくちゃ触っちゃう本当に気持ちいいですマジで、ふわふわで。これ何色がねカラバリありまして、私かブラックとホワイトもあったし、ネイビーとグリーンもあったかな。それもすごい可愛くて迷ったんですけど、無難に使いやすいこちらのブラウンにしました。こちらの値段が2493円でございます。そして続きまして9個目なんですけれども、ラストですよね、知らんわっていう話なんですけど、これ私がもう今回のこういう中では一番気に入ってるアイテムで、でもう結構私動画でもねずっと探してる探してる、欲しい欲しいって言ってたものなんです。それがやっと見つかりました、私のタイプなものが。じゃーん、こちらでございます。イエス、そうです、ウエスタンブーツでございます。もう私ウエスタンブーツ大好きで何かと履いちゃうんですよ。本当にね可愛い、足元が一気に可愛くなりますマジで。ウエスタンブーツってやっぱり普通のブーツと違ってデザイン性があって、今までこう普通のブーツを履いてきた分こういうデザインがすごく新しく見えて、やっぱ新しいものって可愛く見えるじゃないですか。そうだから最近本当どっぷりって
最近ほんとどっぷりハマってるんですけど、このウエスタンブーツめっちゃ可愛くないですか。濃いめのブラウンとブラックのウエスタンブーツ、ショートなんですけど、それは短めのやつとオフホワイトぐらいのウエスタンブーツは持ってて、ずっと私こういう配色、何色も使われてるようなウエスタンブーツが欲しかったんですよ。で、いろいろ見てたんですけど、なかなかこれだっていうものに出会わなかったりとか、海外のサイトとかではね結構置いてたりとかするんですけど、そのサイトも使ったことないサイトだったりとかするので、ちょっと怖いなと思って渋ってたんですけど、今回ブラックアップでこれを見つけて、めっちゃ可愛いと思って即買いでした。で、サイズも 25cm があるので、私 25cm にしたんですけど、ブラックとホワイトなので結構デザイン性はあるんですけど、いろんなコーディネートに割と馴染みやすいかなっていう気がします。細かいところまでしっかりとこう刺繍が入ってたりとかして、すごく可愛いんです。で、つま先は結構とんがっててポインテッドツリーになってて、ヒールもそこまで高くないっていうのがすごく嬉しい。何センチだろう、7センチぐらいかな。6センチだ、6センチって書いてありました。で、素材も結構こう柔らかめの素材なので、まだね届いて試着ぐらいしか履いてないんですけど、歩きやすいと思います。ちょっと履いてみた時につま先が割と細めになってたので、長時間歩くってなると、もしかしたら足が痛くなってくるかなっていうのは思いました。今下これブラックのデニム履いてるんですけど、今日のファッションとかに合わせても絶対可愛い。もう早く着たい。でも最近マジで出かける用事がなすぎて、お出かけしたいな。ウエスタンブーツ探してる方ぜひ見てみてください。もちろん今の季節からもそうだし、春にもすごく可愛いんですよ、やっぱウエスタンブーツって。あえて可愛らしい感じのワンピースに合わせても可愛いし、ショート丈のボトムでもロング丈のボトムでも履けるっていうのがすごくいいなって思うし、あとこれのブーツのいいところは、ロング丈のボトムとか履いた時にインしなくて、こうアウトで履いた時とかも、横にはちょっとホワイトが見えるかもしれないんですけど、前から見た時につま先の部分は結構ブラックの範囲が多めになってるので、そんなに派手にならないっていうので、割と表情が変わるなっていう気がして、いろいろ履き回しもできるかなというふうに思います。あー、めっちゃ可愛い。これ本当に早くみんなに紹介したかった。ずっと私探してるって言ってたから、見つけたよって言いたくて。はい、こちらでございますね。これが8398円でございます。はい、というわけで以上が私が最近購入したブラックアップの購入品でございました。いかがでしたでしょうか。今回もね、とっても可愛いものたくさん見つけれたんじゃないかなって思います。私前まで韓国ファッションとかあんまり着なかった派なんですけど、最近はもうなんか、なんだろう、韓国ファッションの中でもストリート系のファッションが結構アメリカとかそっち系の海外系のファッションにどっちがこう寄ってったのか分かんないですけど、なんか自然と流行ってるジャンルというかっていうのが似てきてる気がしてて、なので結構最近は韓国通販でもよくお買い物したりしますね。その中でもやっぱブラックアップは私がすごく好きな系統な感じで、モード系な感じだったりとかっていうアイテムが多いので、すごくおすすめな通販サイトでございます。店舗はないので通販だけっていうので試着ができないっていうところもあるとは思うんですが、ちゃんと写真で見た感じの商品が届くので、割と私は安心して頼めるかな。今までに届かなかったっていう経験もないので、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。また多分お買い物すると思うので、その時はその時でまたね紹介できたらいいかなというふうに思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。